有村さんがさあ来いみたいなニコニコしちゃいます。あ、好きだなって毎日好きが積もってった今回有村さんとは初共演だったんですよね、はい、そのあたりはいかがでしたか。一番最初のシーンは映画でしたよね。映画版の撮影で、映画版私はちょっと出演シーンが少ないので、でも映画版はドラマ版から3年後の世界だから、もう2人の関係性が出来上がってるっていうのを見せなきゃいけないと思って、でも初めましてだしどうしようと思ってすごく緊張してたんですけど、でも現場に入って有村さんがいらっしゃった時に、あ、なんか大丈夫って思えて、そこからすっごい楽しくて、なんか最初からこうバディとしてやれる感じがしたので、なんかこう有村さんがさあ来いみたいななんかこう本当に温かく迎え入れてくれたんで、よしじゃあ暴れるぞみたいな気持ちになれて、すごくいい、なんか全部のシーンがすごく本当に熱く、なんか本当にもう勝手に感情が出てくるような時間でした。石橋さんからの嬉しいお言葉もありましたが、有村さんはいかがでしたか。ニコニコしちゃいますいや今日もすごい久しぶりにお会いできたんで、ちょっと気持ちが舞い上がっちゃってるんですけどもうでも本当に最初お会いした時から、なんて言うんでしょう、その立ち姿から本当にかっこいい女優さんだなと思って、でもご本人の中でもそのいろんな気持ちを秘めながら現場に立たれているなっていうのも、毎日過ごす中でもそういった一面も見れて、とっても人間らしくて、あ、好きだなって毎日好きが積もってった時間でしたでも、本当に石橋さんがみどりさんでよかったなって心から思ってます。出会えてよかったなってすごく思ってます。石橋さん嬉しいですね。泣いちゃいますはい、では続いての方どちらに行きましょうか。はい、後ろの方でお願いいたします。今ちょうどセンターあたりまで差し掛かってきました。はい、ではどんどん左側の方へ行きましょう。ありがとうございます。